ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。都営丸ごと切符を使いに行きましょう。副都心線に乗って、雑司ヶ谷駅に向かいます。隣の客は4日間お客だ。早口言葉、言えますか？都電荒川線東京桜トラムに乗ります。今も1両で走ってるのか。岸五神前停留場から乗ります。こちらも、1両でやってきました。直流600V の電圧で走るんですね。かわいい柄の電車ですね。最高速度40キロです。猫が横切ってますね。猫かわいい。運転士のみが乗務するワンマン運転ですね。東京都の昭和の街並みを走る雰囲気が、趣を感じますね。もともと、大塚駅前から早稲田の間は、早稲田線と呼ばれていました。大塚駅前から王子駅前の間は、滝野川線。王子駅前から熊野前の間が、荒川線。熊野前から三ノ輪橋の間が、三河島線でした。道路と平面交差していますね。踏切がなくて、信号で制御していますね。これだと、時刻表に、何時何分到着って書けませんね。駅の時刻表には、6から7部間隔と記載されていますね。青信号になった。出発。D の信号は何だろう？緑色のフェンスが多いですね。並走する都市計画道路の整備を行っているそうです。線路幅は、1372ミリです。都営新宿線、京王線、東急世田谷線と同じ区間です。レールをつなげれば、直通できますねわら。センターポールタイプの架線柱になりましたね。荒川区と豊島区で、工事してるそうです。地下にも、道路作るんですね。年末なのに、結構、混んでるな。後続の電車が空いてるから、後ろの電車に乗れとアナウンスがわら。列車の間隔を等間隔で走らせた方がいいんじゃないの？大塚駅前だ。待ってました。路面電車の急カーブは、すごいなー。また、急カーブ。上を、山手線が走っているのが見えますね。また、大勢乗ってくる。もう、王子駅前停留場です。道路を右折するのは、迫力ありますね。車内が混んでて、途中、撮影できませんでした。この左側が、飛鳥山です。
アスカパークレールは、本日、年末のため、運休でした。王子駅前停留場から、都電荒川線が出てきました。併用軌道区間です。こうやって見ると、路面電車ですね。分岐器が新しいと思ったら、過去に故障したんですね。都電荒川線がやってきました。紫色の都電荒川線ですね。すごい、一直線だな。地平線までまっすぐだ。また T の信号。左側に見えるのが、都電思い出広場です。入場料は、無料だそうです。車庫に入るには、ここを左に行きます。片開きポイントからの都電思い出広場。熊野前停留場に着きました。信号待ちしてる路面電車です。ダッシュは、車の方が速かった。架線の貼り付け、大変そう。ここから、日暮里舎人ライナーに乗り換えます。続きます。